次に瑞宝総工賞を贈られました山口正夫さんは、長年にわたる警察業務のご功績が認められての叙勲であります。ご所在についても温厚誠実で責任感が強く、警察関係者や地域の方々からの信望も大変厚い方であります。山口さんは昭和30年4月に栃木県警察学校入校を振り出しに、栃木県警察本部の警察官として奉職し、平成9年3月に定年退職を迎えられるまで、実に42年の長きにわたり警察業務一筋に精励されました。山口さんは主に警備旗を歩まれ、昭和30年代から40年代にかけて経済の高度成長に伴い大きく社会情勢が変化し、深刻な社会問題や新しい形態の事件が数多く発生する中、警備の第一線で活躍され、事件事故から地域住民の生命や財産を守り、安全安心に暮らすことのできるよう尽力されました。特に真岡警察署ボンガラス駐在所勤務地帯に発生した大内東小学校の火災や宇都宮大学の学園紛争の警備をはじめ、連合赤軍銃砲店襲撃事件などに際し警備及び捜査活動に尽力され、市民を震撼させた凶悪な事件や甚大な事案に対して身の危険も顧みず、常に陣営の先頭に立って活躍され、治安の維持に努められました。こうした実績が認められ、昭和55年3月に宇都宮 東警察署警備課長として警部に昇進された後、平成2年3月に栃木警察署次長、平成6年3月に喜連川警察署長就任を経て、平成8年3月に栃木県警察本部少年課長に就任された後、平成9年3月に警視正で退職をされました。これらの長年にわたるご功績により、関東管区警察局長表彰、栃木県知事表彰、栃木県警察本部長賞士などの数々の表彰を受けられております。なお山口さんにおかれては、退職後も真岡市が委嘱するスクールガードリーダーや真岡警察署の地域安全サポーターなどを務められ、通学する子どもたちや地域住民の安全確保に尽力をされております。以上3名の受賞者の皆様のご功績の一端をご紹介申し上げましたが、ここに叙勲を受けられました皆様のお祝いができますことは、私ども国旗人といたしましても深く喜びとするところであります。ここに改めて受賞者の皆様にお祝いを申し上げますとともに、今後とも健康にご留意いただき、貴重なる経験を生かされ、地域社会の発展のためにさらなるご活躍をくださいますようお願いを申し上げます。結びに本日ご参加の皆様に重ねてお礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。内澤誠におめでとうございます。